ペルセウス、もはや逃げ隠れはできない。父ゼウスを裏切った罪の重さ、思い知るがいい。これだけの軍勢を率い待ち構えているとは、神の本気がうかがえるな。ペルセウス殿、ご安心を。共に力を合わせれば勝てぬ戦などありません。腕輪のアリカはアテナが守っている。南北には食の将が陣取っている。ペルスが中央を進めば戦いは避けられそうだが、彼らとの戦いを避けると見越した罠かもしれない。つらいが中央は避けて進もう。本当に趙雲殿が敵に。この目で見てもまだ信じられない。それに兄上たちまで本当に戦わなきゃいけないのかな。では私が何とかしよう。君たちが無理をして戦う必要はない。聞いてくれ。いえ、私も戦います。友を置いて逃げることなどできません。私が君、いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいですね。裏切り者のペルセウスを仕留め、邪魔をする敵は誰であろうと切れ。承知した。俺に任せよ。その身に刻め。我は三人についえよ。それが定め。探索参る。探索、お前まで。まずいにゃ。このままじゃ挟み撃ちにされちまいますぜ。ここは軍を二手に分けよう。俺を戦ってくれ。我らは南から進軍するぞ。敵将、この王林を撃破した。その身に刻め。本当に戦っちゃっていいの？だってすごく辛そうだし。辛くないと言えば嘘になる。だからこそ趙雲殿だけに背負わせるわけにはいかないんだ。観察、そんな顔見てられないよ。父が、兄が、皆が相手だろうと私は。観察、お願いだ。訳があるなら話してくれ。俺が仕留めよう。私の敵なんで、戦う理由なんてそれしかないし。それってわかるかも。でもオタクの観察さん、なんか元気なさげだね。その身に刻め。撃破した。
皆を守りきる。いざ尋常に勝負。すべてこの破滅する。ウルワの力が目覚めたか。全軍ここへ集え。腕輪を奪い返すのだ。破滅する。さすがです。あなたならばと思っておりました。あなたこそ天下無双の強者です。ぜひ皆雪村殿の元へ向かってみて。このままでは雪村殿が危ない。拙者たちで食い止めねば。雪村様の元へは行かせない。なんと素晴らしい武人だ。こんな出会い方でなければきっと。あなたこそその熱き闘志、我が魂に響きました。しゃあねえな。私が出るしかなさそう。いざ参るぞ。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。俺が仕留めよう。力負けするなって。どうにか撃退したか。ええ、腕輪も獲得できました。ですが勝利を喜ぶ気にはなれません。趙雲たちには深刻な事情があるようです。どうにかできないだろうか。